大リーグ公式サイトがこの春のオープン戦で最も大きな印象を与えた選手を球団ごとに選出。カブスでは今永翔太投手、30を挙げている。4年総額5300万ドルで契約。オープン戦では3試合9、2イニングを投げ、19個の三振を奪い、死球は2個しか与えていない。キャンプの間に、メジャーの打者が打席ごとにきっちりアジャストしてくることを学び、 直球の使い方も特に高めの攻め方について変えている。9回あたり17、69個の三振について、オープン戦に過ぎないと言ってしまえばそれまでだが、今長は日本でも昨季は三振ダッシュを、174個、だったと付け加えている。ソウルで開幕するドジャースについては最も大きな印象を与えた選手はタイラー・グラスノー投手、30。怪我に悩まされてきたキャリアだが、 この春のキャンプは体に何の問題もなく、試合でも高騰を続け、首脳陣に印象付けている。3試合、10イニングを投げ、4安打、3四球、1失点、14奪三振、防御率0、90と打者を圧倒。開幕投手の座を勝ち取っている。パドレスではジャクソン・メリル外野手、20、メジャーは愚か、3A でもプレー経験がない若手だが、 首脳陣はオープン戦で連日メジャーの投手に当て、実戦テスト。13試合に出場し、打率351、出塁率400、超打率595の好成績で開幕メジャーを勝ち取った。中堅でスタメン出場の予定だ。